ほい。はい。こんにちは。寒いですね。冬、寒気が入ってきた感じの、こちら大分耶馬渓です。あ、ジョーさんこんにちは。少しばかり風よけきれない場所を選びました。いやー、もうちょっと今日はあれでうちの子供が2人、少々の風で休みましてね、まあ、保育園の娘は鼻詰まりでなんかジュルジュル言ってる割には元気で、で咳をしてるなって思っていた、息子の3年生の正男の方はあれなんか熱が出てきて、熱があるって暇とか言ってますね。元気ですね。そんな感じで午前中に、ちょっと寒くなる前にってもう寒くなっちゃったけど田んぼをね一回起こしてかき混ぜとこうと思って、田んぼをかき混ぜ、気がついたら1時回って家帰って、ちょっと楽器触って音楽の練習しようかなって思ったら、娘が折り紙で風車を作ってと言われ、やってました。風車してました。ほんとライブ配信してくるからね、行ってきますって言ってね、なんかこういうことでも決めないと本当ね、音楽をやるってまあ続かないよねって思います。うん、何やろうかな。ガソリンも財布もそこが見えた。僕ら幸せになれないのかな。山の中にポツンと光るセブンイレブン。あったかいカップラーメン。
防犯カメラなんかじゃ捉えきれない。僕ら似た者同士だね。一人通らないかと思ったら、高校生が通り抜けていきましたね。高校生かな、中学生かな。あっちのあっちに見えるのは、耶馬渓高校という、この耶馬渓町に唯一ある高校でして、この距離だったら、耶馬渓高校行くんだったら、まあ、高校生まで、家から自転車で通えるかなっていう距離なんですよね。ちょうどサイクリング道路があってね、通える距離だな。はい、視点がいろいろと、不老者視点、お父さん視点息子視点、なんかいろいろと湧き出るものがあるけれど、風呂者視点もう一回やろう、もう一個やろう。カモンカモンカモン、ウェルカム。
ありがとうございます。うん、そうだね。今、あ、この間も話した。ズボン3枚はね、なかなかそうですね、リッチですね。うん、裕福だ。うん、そう、今のね、さっきの逃亡者、ズボン3枚入ってるのはなんだっけな、逃亡者、風花ですね、山の向こうから飛んでくる雪ですね、とか、そんなね、くれる、暮らす、ちょっと字の並び忘れたけど、その、くれる、この、ぼっていう字ですね、それを、なんか そんなイメージの、この年末な感じの ね、年末ってどんな雰囲気だっつうと、もう寒いあったかい、寒いからあったかいと感じる、その暖かさを、寒いところから、うん、なんか生きてるねっていう感じ。そんなのを今まとめています。まあ、今のこの2曲もね、 YouTube に上がって結構いい感じの、なんだ、ミュージックビデオになってるんで、よかったら見てみてください。そう、お父さん視点のね、マサオとお父さん、この寝込んでいるマサオに、届けるつもりで、マサオとお父さん、抱きしめる、抱きしめられたマサオ、包み込む、包み込まれたマサオ、抱きしめる、僕はお父さん、包まれたマサオは直行だ。お父さんが僕くらいの時はどんな夢に生きていたんだろう。今の僕とあまりに違うけど、腕にいるマサオは僕なんだよ。働く大人のお父さん、働かない大人のお父さん、まるでどこかの誰かさんみたいだね。知らなくもない気持ちがここにある。抱きしめる、抱きしめられたマサオ、包み込む、包み込まれたマサオ、僕とお父さんはもちろん違った、生き方で出会いも時代も感じる心も違う別の生き物だ。Thank you.
して生きてきた僕は、マサオのように僕に包まれて、お父さんが僕と一緒に生きる、包まれたマサオに僕がいる、抱きしめる僕に父がいる、抱きしめる胸の奥の方で広がる宇宙に包まれて、抱きしめる、包み込む、包まれる。抱きしめられる、ありがとうございます。ありがとうございます。坂井さんもこんにちは。はい、そうです、ボです。あ、この間時間だ、大丈夫だな。この間、一昨日の時も言ったんですけれど、くれるという、言葉についてですね、ある時ね、エジプトの歴史をね、ちょっとなんだポッドキャストでちょっといろいろと聞いていて、古代のエジプトってさ、すごくナイル川の氾濫とともに領土支配とかそういうのの前、以前はすごく悠久の流れの時間の流れの感覚のもとに、みんな生きていたっていうね、そんな雰囲気が伝わって、1000年とかそこら辺の1000年2000年とかの単位で、人々は命ってこういう風に流れるよねみたいな、もう循環、ナイルが氾濫してみたいな、なんかそういうのを感じながら生きていたんだねっていうのを知って、それで日本の話じゃなくて、友達と話してて、なんかその感覚、その悠久の時を感じる感覚ってさ、日本にはないよねっていうか、でもよく考えてみよう、日本もそこそこ長いんだよねって思って、人との会話の順序は忘れた。それで、でもさ、暮れると、日が暮れるっていうじゃん。暮れると暮らすっていうのは同じことだよねっていうね。暮れるっていうのは自然なんだ、受動体でさ。暮れていく、自然に暮れていく、毎日日が暮れてっていう、そういう暮れる、それを暮らしていく、やっていくっていうのを暮らすっていう言葉だから、その悠久感って普通に日本の言葉にあるんだっていうのを発見した、エピソードをお伝えしておきます。
じゃあちょっと、焚き火の思い出という曲をね、こんな雰囲気に合わせて、やろうと思います。インストゥルメンタルの、なんだっけ、まあいいや、2曲続けてお聴きください。で、時間は余るかどうかって感じです。よいしょ。ただいま。といえばお母さんがいて、後ろからお父さん泥だらけになって、たくさん泥だらけの野菜持って、あった。
たり前に甘えて、その日が来たら当たり前に家を出た。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、赤い幕が出た。あ、もう時間ですね。はい、この焚き火の思い出を、先々週ね、中国行って中国語で、歌ってきてっていうか、たどたどしく歌ってきて、ね、なんかそう、中国の大理っていうところもね、ほんと農村に、なんか、いいところでしたよ。田んぼの真ん中で、こんな田んぼ、刈り終わった後の田んぼでコンサートっつってね、ほんとこのくらいのね、このくらいの広さの田んぼのところで、今日着いた日はね、20人くらいが輪になって、ほんと輪になってね、見事輪になって、歌う人がいたり、踊る人がいたりね、一緒に歌う人がいたり、ほんとそんな仲間たちと会ってきました。だから、焚き火の思い出も、ビデオとかでなんかそういう交流はしてたから、焚き火の思い出歌いたかったんだよね。で、今中国語、一生懸命中国語で覚えたから、中国